今日は越前市にやってきました越前市の桜の名所をご紹介したいと思いますこちらですアジマの一本桜アジマ小学校の校庭なんですがそのど真ん中に江戸飛岸桜今満開を迎えておりますこちらは 桜が見ごろの時期には一般の方にもグラウンドは開放されていて自由に入ることができるんですが樹齢は150年を超えていると言われているんですね本当に肉厚と言いますかいや言い過ぎかすごく立体感があるというかもうこんもりで、なぜこのグラウンドのど真ん中に 桜が1本だけあるのかということなんですけども元々はこの桜の木の近くに校舎があったんですってなのでこの場所はグラウンドではなかったんですでも校舎の建て替え移築などが2,3回行われて、まあ、今の場所少し離れたところに小学校の校舎があるのでグラウンドとなった場所で桜が1本残っているということなんです 決してグランドのど真ん中に桜を置いて名所にしようそういうわけではないようなんですね。以上、安島の小学校からお伝えしましまた